ばんは、大原ゆい子です。大原ゆい子のチルアウトラジオ始まりました。第129回目の放送になります。ということで今日は6月の3日。もう6月ですね。毎月毎月早いですねって言ってますけど、早いですね。はい、ということで世界自転車デーだそうです。ほう、世界自転車デー、なんで世界なんだろう。大人になると自転車に乗る機会って減りますよね。最後に自転車に乗ったのはいつか覚えていますか？いつだろうな。いつだったかな。うん、はい、いつだったっけ。いや、なんか3年くらい前ん2年くらい前3年くらい前に自転車を買ったんですけど、それを最近もう乗らなくて破棄しましたね。なので今は逆にもう自転車ないから乗る機会も逆にないなと思っております。皆さんはどうですか？大人になって乗ってますかね？意外となんかないと心細い感じはしますけど、まあ心細いって言っても乗らないからね、あってもしょうがないんですけど、今ねレンタサイクルとかありますしね。あとは学生時代は自転車で通学などしていましたか？普段自転車通学じゃなくても大会に行く時など自転車で行ったりしますよね。私は母からいやもう本当に危ないから絶対電車で行った方がいいよって言われて、まあ、自分でもあまり運動神経に自信がなかったので、まあ電車通学するかって言って、まあ、全然自転車で通える高校だったんですけど、普通に電車で通ってました。はい。し、あ、でも高校3年生の時かな、周りの友達が結構みんな自転車通学が多くて、なんか帰りとかになんか寄りたい場所に行くのにみんなチャリを押してくれて一緒に歩いていくとかがあったので、じゃあチャリで行こうかなと思って、途中からなんかチャリで行ったり行かなかったりとか、そういうことはありますね。でも自転車乗って通学してるとなんかちょっとやっぱ、あ、青春だなって自分でも感じてましたね。高校生の時に自分でうわ青春だなって感じるってなんか不思議だなって高校生の時に思ってましたけど、今高校生とか見ると、あ、この瞬間私たち青春だなって思ってんのかもしれないなって客観的に見ながら思ってます。何の話だ。はい、ちょっとそれちゃいましたけど、自転車のこだわりってありますか？ハンドルがまっすぐのものじゃないとダメとか、カゴがないとダメとか。おー、ないですけど、カゴはないと困りますね。女性は特にカバン持って出かけたりとか、あとは、まあ、用途にもよるかもしれないですけど、自転車使う買い物に行くときとかさ、そういうときの方が多い気がしますので、まあ、カゴは欲しいですけどね。子供の頃なんかお兄ちゃんのお下がりでマウンテンバイクをなんかもらった記憶があるんですけど、カゴなくて不便だったなって思ってますね。やっぱカゴ欲しいですね。カゴに何も入れなくてもやっぱカゴがあると安心します。ハンドルがまっすぐってどういうこと？どういうことなんだろう。ハンドルがまっすぐって、ハンドルってどんなだったっけ？やばい、自転車のハンドルどんなだったかわかんないや。あ、なんかあれですかね、ジムとかにある自転車の機械みたいに、こう、なんだっけ、羊さんの角みたいに曲がってるやつとかってことかな。あんまり自転車のことに詳しくないからわかりませんけど、普通のがいいですね。自転車といっても一人乗りのものではなく二人乗りのものもありますが、変わった自転車に乗ったことありますか？あります。タンデムって言うんですよね、二人乗りの。
そう、ありますあります。なんだっけあれ、代々木公園だったかな、なんか東京のなんかどっかの公園でタンデム借りれるんだって言って、普通にお散歩しに行って乗りで乗った記憶はありますね。タンデム自転車どんなだったかな、だいぶ前なので忘れちゃったけど、うん、楽しかったような気がしますね。あれどこだったっけ、新宿御苑ではないよな、多分代々木公園だった気がしますけど、今もあるのかな、タンデム自転車楽しかったような気がしますね。はい、静岡県にある自転車の国サイクルスポーツセンターでは面白い自転車に乗ることができます。へえ、静岡とかなんかね、綺麗そうだよね、ロケーションとか富士山も見えそうだし海も見えそうだし、自転車乗るのにはなんか良さそうな広さだしね、静岡県。うん、自転車ね、変わった自転車。へえ、あ、本当だ、なんだこれ、ちびっこ、子供がなんか喜びそうなナスとかバナナの自転車、テントウムシの自転車、犬の自転車、へえ、あ、ダルメシアンの自転車かわいい。漕ぐのは簡単とか難しいとかそこまで書いてくれてますね。へえ、いろいろある、手漕ぎ、手漕ぎ自転車っていうのがある、すごい、手に持つところをこうぐるぐる回すってことかな、結構世話しないですよね。へえ、でもちょっと乗ってみたいかも。あ、ちびでか、このちびでかってやつはちびまる子ちゃんのオープニングの映像に出てきた自転車に似てる、あの前の車輪が大きくて後ろの車輪がちっちゃいやつ、こういうの難しそう、2人乗り、おー、いろいろある、ドカベンとか仲良しダックスとか、へえ、いろいろありますね。5、6人乗りファミリータクシー、カニ乗りサイクル、これいいな、難しいんですね、カニ走りサイクルっていうのは結構難易度3ぐらいで難しいらしいですけど、6人乗り乗ってみたい、いいですね、ちょっと行ってみたいかもしれない、ここ。へえ、こんなところあるんだ、なんかね、電動チャリとかだったらね借りたりとかできますけど、こういう面白い自転車借りられる場所とかあんまないので非常に興味があります。皆さん乗ったことあるよ、行ったことあるよって方いたらぜひコメントで教えてください。今週も大原ゆい子のチルアウトラジオとともに、あなたと寝る前の時間を一緒にまったり過ごしましょう。番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはゆいちる .radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合はハッシュタグゆいちるをつけてツイートしてください。それでは今日もまったりお聞きください。大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる。さてここからは大原ゆい子の近況をお話しするゆいとぴのコーナーです。はい、毎回ね何話そうかなってなってる今日のゆいとぴなんですけども、そうですね、なんかあったかな、何かありましたっけ、6月ですねっていうのとこの間ねハートのポイフルが2個出ました、わーっていうのとすごい非常にどうでもいい話してますね。あ、そうですね、この間ねラジオで、先週のラジオかな、先週のラジオで
好きな洋食の話をしたじゃないですか。で、好きな洋食屋で、なんだっけ、銀座のお店、銀座の、あ、そうそうそう、レンガ亭だ、レンガ亭。銀座のレンガ亭の話を、お便りでね、送ってくださった方がいて、このラジオじゃない、このラジオか。このラジオはね、うちの父とか母とかね、家族聞いてるので、なんかそれを聞いて、次の日、日曜日、たまたま、予定があって、父と母に銀座で会ったんですよ。で、その時にお昼ご飯どこで食べよっかって言って、父が、昨日話してたレンガ亭に行ってみようよって言ってくれて、あ、じゃあ、レンガ亭行こうって言って、レンガ亭に行ったんですよ。そしたら、なんと、日曜日定休でした。はい。結局、レンガ亭の前を通って、日曜日定休って書いてるのを見て、終わりましたね。はい。そんな最近のゆうたぴですね。そう。だから、なんだろう。話した次の日にたまたま銀座に行って、ね、レンガ亭を見れたので、ちょっとなんか、私も自分で聖地巡礼してるような、聖地巡礼？何の聖地だかわかんないですけど、聖地巡礼してるような気持ちになりました。まあ、入れてないんですけど。ね、今度は、日曜日以外に、ぜひともお邪魔したいなと思います。はい。そんな感じかなぁとね、なんだろうね。なんかあったかな？強いて言うなら、なんか結構、暑くなってきて、最近、まあなんか暑くなってきてって当たり前のことを言ってるんですけど、暑くてたまらなくて、いろいろなんか暑さ対策グッズとかいろいろね、買ったりしてるんですけど、最近はシロっていうブランド、お店、なんて言ったらいいんだろうな、スキンケアとか、香水とか、まあ、いろいろある。まあ、いろんな場所に店舗もあるお店があるんですけど、シロっていう有名なそのスキンケアブランド、なんて言ったらいいんだろう、の、夏に毎年、数量限定で出てたアイスミントっていう製品があって、それのボディーローションを初めて今年変えて使ってみました。なんかすごい冷える。よく冷えるよっていうのをネットの口コミで見て、私ギャッツビーとかちょっとこう、スッてやった後にずっとヒヤーってして外でも快適に過ごせるみたいなグッズがすごい好きで、ギャッツビーは毎年買ってカバンの中に入れてたりしてたんですけど、ちょっとこのアイスミントっていうのがどのぐらい強いのかっていうので使ってみたんですが、いや、もうギャッツビーを超えましたね、私の中で。アイスミントボディーローション白の、すごいです。めちゃくちゃひんやりして、ほんと部屋の中で使うと、クーラーつけたっけってぐらいめちゃくちゃ体がキーンとしてくれて、匂いもね、すごくいい匂いがするので、いいものを買ったなって思いました。はい。結構気に入ってて、いろんな人にね、この間会った父と母にもね、塗りたくったりとかしてたんですけど、すごい涼しくて快適なので、なくなったらすぐ買い足したいなって思うぐらい好きな商品でした。夏はほんとこれ塗って乗り切ろうかなと思いますけど、こういうのってすごいひんやりした気持ちになって、実は体はそんなにこう体温が下がってるわけではないとか、そういうものなのかな。なんか熱中症予防とかにはならないのかもしれないんですけど、すごい本当にめちゃくちゃひえっとしていい気持ちになりますので、
あのアイスミントのボディミストとかいろいろあるんですけど、私的にはこのボディローションをぜひとも皆さんにおすすめしたいです。お風呂上がりとかね、結構いい感じにキンキンになってくれますので、はい、ということで、あれ、このコーナーってユートピだよね。なんでなんかすごい脱線してしまいましたけど、はい、そんなこんなな毎日を過ごしておりました。ということで、今週のユイトピーでした。ここで皆さんからいただいたメッセージも紹介していこうと思います。ありがとうございます。ラジオネームりょうさんからいただきました。突然ですが、最近撮影した写真を送ります。おー、ありがとうございます。東京都民の水亀と言われている小河内ダムです。ダムを下から見ることはよくあるのですが、上から見るダム湖は初めてだったので撮影してみました。貯水量がやや少ないように見えますが、梅雨明けには満水状態になるみたいです、と。へー、東京都民の水亀ということは、ここにある水はどこかで私も飲んでいるのかもしれないということですかね。おごうちダム、なーん、そんなのがあるんだ。ダムってなんかもっとこう、なんていうの、人工的なものだと私は勝手に思ってたので、ほんと山の中にある綺麗な湖みたいなね、感じなんですね。へえ、初めて見た、初めて知った。そしてまあ、エセ東京都民なのでね。小原さんはダム観光などで行ったことありますか。高所恐怖症だと思うので苦手そうですが、と高木さんから書いてありますけど、ないです。そう、高いところ苦手だし、あと水がこう溜まって、なんて言うんだろう、封鎖されたところとかであるじゃないですか。あの水がここはいっぱい溜まって、なんかこう災害があった時はここに水を溜めることによって町に水が流れないんですよみたいな、なんか地下水道みたいな、ああいうのも結構苦手ですね。怖いなっていうか、ちょっとこう死ぬかもって思いそうで、なんかいけないなっていうのがあるんですけど、でもこれはすごい綺麗ですね。普通にこう景観としてダムとしてというよりは上から見たら綺麗なんじゃないかなと思います。素敵。りょうさんはなんでここに行こうと思ったんだろう、なんだろう、観光地なのかな。まあ、あまりにもなんかそういうこと知らなすぎて、ちょっと知らないのって今思われてるかもしれないですけど、へえ、いいなあ、こういうとこいいですね。なんかチルできそう、鳥の声とかね、聞こえてきそうですよね。素敵、ありがとうございます。こういうなんかね、自分が行けなさそうなところに行ったよって、あのいうお便りね、めちゃくちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージ、そしてゆいちるをつけてのツイートもお待ちしています。さて、続いてのコーナーは My Favorite Returns でございます。こちらのコーナーでは、私が最近食べて美味しかったものを、私が作ってみた料理などを紹介させていただきます。ということで、今日はですね、特段なんか変わったものを食べたわけではないんですけど、こちらですね、どーん、冷やし中華始めましたです。はい、私あの冷やし中華がそんなに好きではなくて、子供の頃から冷やし中華、ちょっとテンション下がるなーぐらいに思ってたぐらいなんですよ。どうでしょうか、皆さんはそんな経験はございませんかね。好きな人は好きですよね。なんかあの酸っぱいのがちょっとこう、強いから、子供ながらになんか別に美味しくはないよなって思いながら食べてたんです、昔は。でなんか最近になって、こうちょっと熱くなってきて、さっぱりしたものが食べたいなってなんかなるようになったんですよ、いつの日か
さっぱりしたものを欲する体になってしまい、あ、じゃあちょっと冷やし中華の素買ってみるかと思ってスーパーで冷やし中華の素買って、きゅうりとかね、そこら辺のものも買って家で作ってみたら、なんとハマりましてね、何回か食べました。はい、冷やし中華あんなに1年に1回食べるのも苦痛だった私が、まさか冷やし中華を自ら作って食べるようになるとはって思いながら、うん、びっくりして今回はこれを紹介しました。冷やし中華ってやっぱり大人がなんで冷やし中華作るのか全然理解できなかったんですけど、自分がその年になって、あ、大人が冷やし中華食べると美味しいんだっていうことが分かったので、すごい発見だったなと思います。そう、そしてね、冷やし中華にマヨネーズをかけるかかけないかとかいろいろあると思うんで、今写真が出てたらマヨネーズかかってると思うのでね、うわマヨネーズかけてるって思われてるかもしれませんけど、こういうのもね、地域柄とかいろいろ家庭とかあるかもしれませんけど、うち実家かけてたのかなマヨネーズ、わかんないけど、私はなんとなくマヨネーズを欲してマヨネーズをかけました。はい、な、そんな感じです。これはなんだったっけな、普通にスーパーで売ってる冷やし中華の素で作りましたけど、非常に美味しくて、これをリピートしてます。そして皆さんからいただいた飯テロも見ていこうと思います。ラジオネームじゅんちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。過ごしやすい季節ですね。確かに暑い暑い言ってるけど、でもまあ過ごしやすいですよね。長袖1枚とかでもいいですから。こんな季節は新じゃがいもがおすすめです。おお、こだまの新じゃがいもを皮を剥かずにちょっとチンしてから、フライパンで玉ねぎやウインナーと一緒に炒めます。シンプルですが最高ですので作ってみてくださいね。私もこれめちゃくちゃ好きです。うん、実家で母が作ってくれてた気がしますね。こだまのじゃがいもではなくて、冷凍の皮付きのポテトあるじゃないですか、あれを一緒にこうベーコンとかと炒めて、玉ねぎとかと炒めてくれてたので、すごいそれが好きでした。こだまじゃがいもいいですね。新じゃがまだ見てない気がするな。うん、目に入ってないだけかな。ちっちゃいじゃがいも、たまに大きいじゃがいもとちっちゃいじゃがいもと、まあ、メイクインとか男爵とかいろいろスーパー置いてあるじゃないですか。私ちっちゃいじゃがいも皮むかないのは好きなんですけど、なんとなくこう皮をむく料理の時にちっちゃいじゃがいもで皮むくと絶対に手を切るんですよ、皮むき器でね。包丁とかで皮むける人はそういう経験ないかもしれないですけど、皮むき器って結構小さいものやるとき難しくて、そうだからね、大きいじゃがいもばっか買っちゃいますね。うん、こだまじゃがいも見つけたらちょっと、あ、じゅんちゃんさんが言ってたやつだと思いながら買いたいと思います。美味しそう、ありがとうございます。はい、もう一ついただいております、ありがとうございます。ラジオネーム星をたどりたいジャイアンさんからいただいております。松島屋の大福甘さ控えめですといただきました。大福が3つ並んで、なんかね、大福ではなくて三色団子、串に刺さった団子みたいですね。松島屋、大福、これで Google マップ出てくるのかな。あ、出てきた。あ、すごい、お赤飯とか、お赤飯ではないの、豆餅、あ、違う、赤飯でいいんだよねこれ。美味しそう。どこにあるのこれ、お店。あ、白金高輪、これはなんていうの、何駅っていうの、これ泉、何、やばい、読めない。泉学寺駅、あ、高輪ゲートウェイの近くですね。へえ、美味しそう、いいですね。ちょっと保存しておきますね、食べたいに。豆大福かな、これは。大福って書いてあるけど、大福っていいですよね、なんかおやつとして。
なぜか洋菓子の方がバターが入ってるからかな、カロリーが高そうな気がして、大福とか羊羹とかさ、そういう方がなんかこうヘルシーな感じがして罪悪感なく食べれるんですけど、よく考えてみたら餅って結構普通に炭水化物だよなって我に返ったりしますね。あんこも結構砂糖使ってんだよなって思ったりとかしますけど、でもやっぱ大福は美味しいです。うん、和菓子いいですよね。なんか毎日3時におやつが出てくるシステムがあったら、洋菓子和菓子洋菓子和菓子っていう生活がしたいですね。夢のような話ですけど、はい、ありがとうございます。もう Google マップに今ピントを刺したのでね、いつか行きたいと思います。はい、などなど他にもありがとうございました。引き続き皆さんからのメステロはぜひ Twitter ではなくメールでお待ちしています。わあ、この音が鳴ったということで、ここからは大原ゆい子が弾き語りをするコーナー、ゆい子守唄です。大原ゆい子が演奏したい曲、そして皆さんからのリクエストにもお答えしていこうと思います。今回はリクエストをいただきました、ありがとうございます。ラジオネームぐっちーさんからいただきました、ありがとうございます。ですね、読ませていただきます。もうすぐ夏が来るなぁと思う中、ふと頭の中でこの曲が浮かびました。大原さんが大好きなドラえもんの曲であり、からかい上手の高木さんのエンディングでもカバーされた畑本博さんのひまわりの約束を大原さんの歌声でぜひ聴いてみたいですといただきました。ありがとうございます。そうですね、大好きなドラえもん、そして大好きな高木さんで使われているというね、素敵な曲でございます。この曲は2014年にリリースされたスタンドバイミードラえもんの主題歌でした。見に行きましたね、懐かしいな。うん、2014年だったんですね、結構前なんですね。でからかい上手の高木さんさん&劇場版カバーソングコレクションにも高木さんのカバーが収録されていますということで、そうですね、どちらの印象も結構強くてね、どっちで聴いても好きだなと思う曲です。結構カバーはね、何回かしたことがある気がするんですけど、ゆいちるではしたことなかったんですかね、みたいですね。してたかな、してたらすいません、してないと思うんですけど、今回は久しぶりに、ギターで弾いてみましたということで、それでは聴いてください。畑本博さんのカバーでひまわりの約束。
送りしたのは畑基博さんのカバーでひまわりの約束でした。リクエストありがとうございました。なんかね、懐かしい気持ちになりますね。こちらのコーナーでは皆さんからのリクエストもお待ちしています。曲名とアーティスト名を書いてぜひメールで送ってください。曲に関する思い出なども書いていただけると嬉しいです。皆さんからのリクエストお待ちしています。大原ゆい子のチルアウトラジオ、そろそろお別れの時間となりました。はい、ということで最後に大原ゆい子からのお知らせです。先日情報解禁しました。7月2日でしたっけ、7月2日から放送のテレビアニメ無職転生2異世界から本気出すのエンディングテーマを担当することになりました。もうね、たくさんの方が反応してくださって、ツイッターとかでもね、おめでとうとか嬉しいですとかいうねコメントをいただいて、私もとても嬉しいなと思っております。タイトルは結び目という曲が今、ティザーのね映像とともに聴けると思いますので、またね素晴らしいアニメーションとともにぜひこちらの曲も一緒に聴いていただけたらなと思います。オープニングもかっこよくていいですよね。ロングマンさんの曲もすごい素敵だなと思って聴いております。ぜひ7月2日日曜日からね一緒にリアタイしながら聴いてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。あとはからかい上手の高木さんさんと劇場版からかい上手の高木さんの主題歌を収録したアルバムアイランドメモリーズは発売中でございます。こちらもねもうすぐ1年映画から経ちますけどもね、映画とともにぜひ聴いていただけたらなと思います。よろしくお願いします。あとはオープニングを歌わせていただいている花かっぱも平日毎日放送してあります。かっぱっぱってぜひ歌いながら聴いてください。あとは大原ゆい子は一輪車に乗れません。はい、全く乗れないです。何度か挑戦したことはあるんですよ。なんか捕まりながらとかね、いろいろ挑戦したんですけど、絶対に無理だとね、体が拒否をしてね、そこから一回も乗っておりませんなど、個人的な告知。すべての情報は私大原ゆい子の公式ホームページをチェックしてみてください。ツイッター、インスタグラムもやっております。いずれも大原ゆい子で検索してみてください。チラートクラブもやっておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そして番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはゆいちる .radio@gmail.com です。メールアドレスのスペルはこの動画の概要欄からもご確認いただけます。そしてツイッターなどで感想をツイートしていただく場合はハッシュタグゆいちるをつけてツイートしてください。そしてこの番組はアーカイブとして過去の配信も残っておりますので、ぜひ皆さんお好きな時間に何回でもお聞きいただけたらなと思います。ぜひ何回でもお聞きください。それでは大原ゆい子のチルアウトラジオ、略してゆいちる、また来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は大原ゆい子でした。バイバーイ。